こんにちは、 SKE48 チーム K2 の古畑奈緒です。前号はですね、コロナの影響により取材ができなくて1号お休みしてしまいました。楽しみに待っていてくださった皆さん、本当にごめんなさい。楽しみに待ってくださっていてとても嬉しく思います。あのですね、前号を撮影した時は去年の12月だったんですよ。で、今がもう6月なので約半年ぶりの撮影となっています。いや、この半年間めちゃくちゃサックスに触れ合いたくて仕方なかったんですけど、すごいね、楽しみな気持ちと緊張の気持ちが一緒ぐらいの状況に今いるので、今日はどうなるのかなってすごい楽しみにしてきました。それでは今日の講師の方をお呼びしましょう。山崎ゆりえさんです。よろしくお願いします。はじめまして、山崎ゆりえです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はバラードの演奏を教えていただけるということなんですけど、本当は前回山崎さんに教えてもらえる予定だったんですけど、あのお待たせして本当に申し訳なかったなと。いえいえ、あの直接お会いできて、ようやくお会いできて嬉しいです。めっちゃいい人みたいな。すごいいい人だ。あのですね、あの山崎さんは普段はどんな活動をされてるんですか？そうですね、私、ジャズも大好きなんですけど、こうサックスを本格的にやり始めた大学時代に、こう初めて耳にしたブラックミュージックとかファンクっていうジャンルの音楽がやっぱりすごく自分の根っこにあると思っていて、そういったジャンルの音楽を書くに自身のライブ活動や楽曲制作、あとサポートだったり講師業や教則本の出版とかもさせていただいてます。すごい、いえいえ、かっこいい。そうなんです。じゃあ今日はあのレッスンはサックスとピアノのデュオのバラードがあの、テーマとお聞きしていますが、今日はあのピアニストの方にもお越しいただいたんですか、ね。そうなんです。今回はですね、あの私がよく一緒に、ライブをやっている、あの鍵盤の斉藤アリアちゃんにも来ていただいてます。あ、斉藤アリアさん。はい、どうも、鍵盤ギャルの斉藤アリアです。よろしくお願いします。そう、ちょっともう恥ずかしいんですけどね。でも確かにギャルって感じがもう言っとこう。かっこいいです。アリアさんもいろんなアーティストの方と共演されているそうなんですけど、どんな方と共演されてるんですか？はい、普段最近はダパンプさんと、あのキンキキッズの堂本剛さんとか、あと MCAT さんで、あの結構ファンクなアプローチが多いアーティストのツアーサポートやってます。すごい、ありがとうございます。こんな来ていただいてすごいありがたいです。そんなアリアさんは、そのゆりえさんと一緒に活動もされている？そうですね、よく2人でデュオのライブをやっていて、めっちゃステージが賑やかになりそうじゃないですか。すごい華やか。めちゃくちゃ華やかですよね、お二人とも。嬉しいね、嬉しい。それはね、すごい。私も以前その AKB48 ショーというその番組があって、そこであのピアノが弾けることを一緒にデュオっていうんですかね、して、その SK48 の枯葉のステーションっていうのをあの吹かさせてもらったんですけど、なんかやっぱピアノが入ることによってより雰囲気も出るし、すごい楽しいなっていうのを感じれたので、ちょっと今日はすごい楽しみですね。はい、でもいきなりそのすごい方とやるっていうのがめちゃくちゃいやいや、こちらこそですよね。その動画も私拝見したんですけども、めちゃめちゃ雰囲気があって、音もすごい綺麗なので、今日もっともっとこう深掘りしていけたらいいかなと思ってます。よろしくお願いします。もう上達したいので、ちょっと今日は頑張りましょう。はい、先生としてよろしくお願いします。お願いします。今日はあのどんなことを教えていただけますか？はい、あの今日は、ビリー・ジョエルの名曲ニューヨーク・ステイツ・オブ・マインドっていう曲をあの題材に進めていこうと思うんですけど、あのこれバラードのすごい定番曲だと思うんですけど、あのバラードでのこうメロディーの歌い回しだったり、よりこう表現力豊かにアプローチできるようにやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回あのニューヨークステイツオブマインドはですね、オリジナルはボーカリストの方が歌っていたかと思うんですけど、あのサックスプレイヤーのエリック・マリエンサルって方があのこちらカバーしてまして、その
バージョンをベースに進めていきたいと思います、はい、キーもこう結構サックスが吹きやすい全音下のキーで、あの原曲と比べて下のキーでやっていこうと思います、はいはい、では最初にですね、ピアノのイントロ部分からサビの C までですね、はい、一度なおちゃんに演奏していただこうと思います、はい